これは大学生の投稿者たちが撮影した映像である。投稿者たちが所属しているサークルではフリスビーが流行っているのだという。そして夜の大学校内でフリスビーに興じていた時、購入したばかりのビデオカメラで何気なく撮影した映像に不気味なものが二つ入り込んだというのだが、違うという不可解な声と、それに続く血まみれの顔の女性。撮影者も気づき、再度そこにカメラを向けてみるが、誰もいない。この大学の敷地は、江戸時代、刑場であり、何百人もの罪人が、ここで軽視したが、冤罪も数多かったという。割り割り。じゃあ、違う。ああ、やべ。まさかこれは浮かばれない罪人の姿であるのだろうか。そして違うという声は自らに罪がないことを訴えているとでも言うのだろうか。